ロトニー・ミューレンは、は、アメリカ合衆国フロリダ州ゲインズビル出身のスケートボーダー。多くのプロスケーターから、スケートボードの発展に最も大きな影響を与えた、と評され、ステーシー・ペラルタ、トニー・ホーク、ダニー・ウェイ、マーク・ゴンザレスらと共に、スケートボードの歴史に名を残すカリスマである。後に定番となった数々のトリックを考案し、スケートボードを始めて30年以上になる。 現在においても新作ビデオ発表のたびに難易度の高いントリックを披露する。特にフリースタイルスケートの世界では不正質の天才であり、実力、実績、人気のすべてにおいて飛び抜けている。また、スケートボード用具の形状やサイズ、材質の改良に多大な貢献をした。プロスケートボーダー一覧も、 参照のこと、ロドニーの父親は幻覚でスケートボードをしたいという彼の強い希望はなかなか認められなかった。1976年、10歳の頃、一度でも怪我をしたら止めるという約束を結び、最初のスケートボードを与えられた。そのため、彼の少年時代の映像ではプロテクターをフル装着した姿が見られる。その後、バートランプ内で点灯し前場を二本折ったが、 バート禁止を言いい渡されただけで住んでんるスケートボードを始めて1年も経たないうちに、ローカルのフリースタイルスケートの大会で3位に入賞。それを見た、ウォーカースケートボードからのスポンサーを受け、1977年、わずか11歳で、プロスケーターとなった。その後、フロリダ州内の農場地帯への引っ越しをきっかけに、自宅のガレージで、フラットランドテクニックを、 徹底的に磨く日々を過ごした。後年のロドニー曰く、13、14歳のこの頃が、最もクリエイティブな時期だった。その後、フリースタイルの大会に、次々に、エントリー、14歳にして、当時の世界チャンピオンだったスティーブ・ロックを破る。これによって、ドリームチームとして、有名だったボーンズ・ブリゲードのメンバーに迎えられる、こととなった。 10代後半から20代前半にかけて35の大会にエントリーし34勝を飾った。同じチームのパーウェリンダーに一度負けただけという圧倒的なスケーティングを見せる。この間、監修の前で次々に新しいトリックを披露していく。1989年、ボーンズ・ブリゲードを離れ6個の立ち上げたワールド・インダストリーズに加わった。 1990年頃にフリースタイルスケートが衰退し、彼もストリートに活路を求めていくことになる。1991年にマイク・タナスキーが立ち上げたプラン B に加わる。タナスキーはワールドインダストリーズのサンディエゴでのマーケティングを担当していた人物で、ペラルタやロッコの指導でもできなかったロドニーのストリートスタイルへの順応に積極的に取り組んだ。その結果、 ロドニーが見せたスケーティングはフリースタイルとストリートの融合した新境地とも言える見事なものだった。オーソドックスなストリートトリックに独自の解釈を加え、またトリプルキックフリップ、キックフリップアンダーフリップ、キャスパースライドなどの極めて難易度の高いトリックを見せた。この影響によりストリートスケートにもテクニカルな方向性がはっきりと示されることとなった。 彼の代名詞の一つとも言える特徴的なトリック、ダークスライドが編み出されたのもこの頃である。1993年、タナスキーが交通事故で急死。ロドニーは自らのスケートを進化させた、タナスキーを恩人として慕っていたため、大きなショックを受けたが、やがて自らのチーム A チームを立ち上げて、プラン B 及びワールドインダストリーズを離脱。プラン B は、 チームメンバーだったコリン・マッケイとダニー・ウェイに譲渡された。プラン B には他にもマイク・キャロルやリック・ハワードといった早々たるスケーターが揃っていたが、彼らもガールなどのチームを作り独立していく。A チームは数年で解散してしまうが、この時の多くのメンバーとは高い評価を得たグローブ・オピニオンで後に共演。また、デイ・ウォンソンとの3本の VS シリーズも人気を得た。 特に1990年代後半からの各作品において長年培ってきたテクニックの集大成とも言える驚異的なスケーティングを見ることができる。2000年 A チームのメンバーだったマーク・ジョンソンのエンジョイに参加するもしばらくして離脱。オールモストに所属。同年代のプロスケーターの多くが怪我や体力の衰えなどで一線から離れていく中、 現在もスケート技術の追求を続けている。これはフラットランドの比重の高いスケートスタイルが後遺症の残るような大怪我につながらなかったことが大きい。またデッキやトラックの製造技術の開発やデザインにも深く関わる。以前から用具の開発には積極的でかなり早い時期から現在のストリートの形に近いデッキを率先して使用していた。これは フリースタイルのトリックを行うには、形状、サイズともに非常に不都合だが、彼を見ている限りは、微人も感じられない。近年、フリースタイルスケートの人気が、緩やかに盛り上がりつつあり、彼の功績、技術が再評価されている。スケボーディレクトリでは、トニー・ホーク、エリック・コストン、ジェフ・ローリーと共にトップページから目次がリンクされている。ことからも、人気の高さが伺える。 2002年トランズワールドスケートボーディングマガジンによるザ・リーダーズ・チョイス・アワードを受賞。2002年グローブによるワールド・インダストリーズ買収の橋渡しをした。2003年自伝ザ・マットを執筆。2007年スタンスをレギュラーからグーフィーに突然の変更。怪我が理由とも噂されたが、実際は本人の思いつきによるものらしい。彼は フェイキーの評価を初期に定義づけた存在でもあるが、本格的にスタンス自体を変更することはプロスケーターとして極めて異例と言える。常に新しい技術の習得に就寝してきた彼らしいチャレンジではある。無数の新しいトリックを考案した。その中でも代表的なものを列挙する。内の数字は考案したとし、ありがとうございます。